どうもこんにちは。全日本猫との生活を愛する会の会長を務めておりますケイクチャンネルですということで、皆さん猫は好きですか？好きですよね。多分ね、10人いたらね、13人が好きって猫ね、そうやって答えると思うんですけれども、それだけ猫っていうのは、でも愛くるしい、愛すべき、まあ動物なわけですよね。で、猫は、まあ可愛いんだけれども、猫が最高に可愛い瞬間っていつだか知ってます？ね。え？喉を鳴らしてゴロゴロ甘えてくるとき？それとも、何？こう、お昼寝してるとき？違うんですよ。で、餌食べてるときが一番可愛いんですよ、これ。餌食べてる時がね、お前前回もそこにいたよな。なんでその部屋のそのつなぎ目のところにいるの？ねえ、ねえ。はい、そんなわけでちょっと前置き長かったんですけれども、今日はね、うちの猫に餌をあげます。餌をあげます。で、その餌を可愛く食べるところをみんなで見ていこうという、そういうコーナー、コーナー。動画のネタがなかったわけじゃないんだぜ。そんなわけでですね、今日あげる餌はですね、こちらですね、あ、ちょっといかん、ピントが合わない、チュール、マグロって書いてますけれども、この細いスティックの中にですね、ちょっとね、液状っぽいね、あのマグロ風味のね、何かが入ってるわけですね。それをね、猫がね、チューチュー吸う、チューチューね、それが可愛いんですよね。あれ、猫いなくなってる、うちの。畜生、俺がチュールを持ってきたとさ、どこかに逃げやがった。さあ、ここでいいかな。さあさあ、今からチュールをあげます。もうね、来て、あ、来てる、来てる、来ちゃったね、これね、感づいちゃって、来ちゃったね。はい、なんかいいカメラアングルでやってくんねえかな。あ、やってくんねえな。カメラそういうの映る感じにしないとね、まずいよね。じゃあ早速、ほら、それを食べるんじゃない、俺を食べるんじゃない、こっち、ほらほら、来た来た来た、はいはい、じゃあ食べましょうね、はいはい、それ、はい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 、あ、喉を鳴らしてます。ちょっとカメラ位置が悪いよね。悪いけど、まあ一生懸命舐めてます。もうスティック状の中からですね、なんかもっと必死に食べてくんねえかな。ああ、もう、ベロがもうザリ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 言って、ほら。よし、はい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 、来た来た。は、鼻に、お前鼻についてるよ。鼻についてますよね。取りなさい、これ、ほら。取って、ほら、俺に指舐めて、ほら。はい、そうそうそう。まだ鼻についてますけど、ちょっと、まあ、いいか。さあ、こっから、もうちょっと絞り出してあげないと。まだまだ入ってる。まだまだ入ってる。うめえのか、これ、マグロの、マグロ味が。必死すぎて顔汚くなってるってわよ。ああ、もう残念だね。もうですね、終わりました。あ、まだ出てきた。どうする、まだ出てきた。ああ、だから上手に食べられてないでしょ、あなた。もう終わりだ、打ち止めだよ、チャーチルよ。いやー、可愛かったですね、可愛かったですね。一生懸命食べてますね。猫がいる生活ってそれだけで素晴らしいですね。というわけで、今日の動画はこれだけです。バイちゃん。